この右にお店あるんですが、やっぱりそうですよね。でんということで突然やってまいりましたが、ということでやってまいりました。こんな感じです。サディカ、こんにちは、のぶです。本日は名護市にある山盛りの沖縄そばご紹介させていただきたいと思います。ということで本日今来ているのが沖縄県名護市でございます。今名護市のですね、あちらが日ハムの春季キャンプも行われる球場ですね。球場の名前なんだったかな、パピックスタジアムだったかな、多分そんな感じの名前だったと思いますが、今日は久しぶりに北部まで来ております沖縄県名護市です。今日はですね、先ほど言ったようにちょっと山盛りの沖縄そばを食べに行こうと思うんですが、実は名護市ではなくて大宜味村かな、多分名護市からさらに北部江戸岬はかなり行きますけど、目指した途中にあるですね、結構有名な山盛りのそばのお店があると思うんですが、そちらのお店がですね、この名護にお店を出してるんですが、最初はそちらを紹介しようと思ったんですが、おそらく休みなんですよね。でもですね、なんか Google マップが休みのフラグにはなってないので、ちょっとそちらのお店を確認しつつ、もし空いてたらそちらのお店に行こうと思うんですが、そちらのお店の開店状況を確認してから、もう一つこの名護市内にですね、結構山盛りっぽいお店があるので、そちらのお店の方に行きたいと思います。まあどっちになるかは僕もわかりません。行ってからのお楽しみです。それでは山盛り目指していきましょう。ということで、お店この手前の筋道を入ったところなんですが、おー、なんですが、この右にお店あるんですが、やっぱりそうですよね。火曜日定休日でございます。ということで本日火曜日です。ちなみに1台車止まってますが、駐車場こちらにたくさんあります。休みです。それでは違うお店に向かいます。でんということで突然やってまいりましたが、ワップでございます。名護市営市場までやってまいりました。まあ、ここなら場所わかるかなと思って吹っ飛ばしましたが、こんな商店街のところでございます。そしてこの上に行きます。ちなみにこちらね、下に駐車場あるので、そちらに停めて、一応管理事務所に食事に行きますって言ったんですが、なんか特に何も紙をもらわずにそのまま行っていいですよって言われました。そしてどこだろう、以前一回大昔に行ったことがある気がするんですが、あちらにありましたね。あちらにおりました。でんということでこちらでございます。こちらの桜食堂さんで、そこにメニューありますね。ソーキそばとか桜定食、チャッフル定食などあります。僕が狙ってるものがここに出てませんが、こんな感じです。それでは中入りましょう。ということでお店入りました。メニュー見ていきましょう。こちらでございます。バンということで、いきなりやってまいりました。狙ってたのはこちら、こちらの桜食堂名物スタミナもやしそばでございます。多分これが大だと思うんですが、やばいものですよね。そして他もご紹介させていただく、ソーキそば、そして普通の野菜そば、三枚肉、牛豆腐そば、子供そばなんかもあります。そして桜定食、これがなんかいろいろ選べるのかな。ご飯と麺、そしてケーキまでついてるそうです。こんな感じの定食が880円でいただきます。あとタコライスとかもあります。三枚肉丼とかもあるんですね。面白いでしょう。あとは一般的なゴーヤチャンプルーとか唐揚げとかもあります。とんかつなんかもあります。お、味噌汁もある。刺身定食なんかもあります。ちょっと高いですが。あとはデザートですね。ドリンクなんかもあります。それではもうこれいっちゃいましょう。それでは注文完了いたしました。しばらく待ちたいと思います。ということで、やばい、やってまいりました。こんな感じです。商品名忘れてしまいましたが、スタミナ肉そばだったから大でございます。やばい、いい感じの盛り具合です。そしてそばが見えません。スタミナっていうだけあって、ちょっとこの赤みがありますよね。そしてこう、あった、この上に盛られているのが全部もやしと、あとニラ花をとスタミナなので、ニンニクとかも結構かかったのかな。なんかちょっとニンニクが多そうなので、ちょっと崩し気味で混ざった感じで、ちょっとまずは一口目いただきます。うん、やばい、
結構ニンニク効いてますね。でもこのニンニクなんかいい感じ、美味しいです。なんだろう、ニンニク結構多いんですけど、このスープのおかげかな、なんか打ち消されてる感じがします。いい感じの味付けですね。二郎系のこのニンニクたっぷり、実はそんなに得意でもないんですが、これはいける気がします。でもちょっとだいぶ多いかな。もう二口目、それではさらに二口目いただきます。まだまだ減りませんっていうか、もやしもたっぷりです。割とスープと一回浸す感じが一番いいかもしれないですね。いい感じにさらに浸しました。もう一口、さらにもう一口いただきます。シャキシャキもやしが美味しい。それでは電源もあるのでちょっと埋まってるとか全然スープ入れませんが、こっちからちょっとスープ出しましょう。なんだろう、こんな感じの、結構濃い感じですけど、なんか甘みもあってなかなか美味しいです。で、飲む前になんか変ですね。いただきます。美味しいです。一応小皿いただいてますが、なんかいい感じにこの混ぜながら食べてると、もうそこまでなんか、なんだろう、食べにくいっていうほど食べにくさはないですね。意外といい感じに食べれます。それではもう一口いただきます。なかなかうまい。どんどん食べていきます。ということで、まだ残っております。そして恒例の恒例偶数と思ったんですが、まあ、そこそこ辛みがあるので、今日はですね、紅生姜入れてみましょうか。こちらの紅生姜を、まあ、一つまみぐらいですが、入ってなかったんですが、こちら入れて、量は結構多めなの、味変的な感じで、まあ、一つまみですが、紅生姜入れて、いただきまーす。それではさらにいただいていきます。ということで完食でございます。やばい、満腹です。しかしやっぱり最後結構胡椒とかも残ってますが、最後の汁はやばかったです。汁は最後まで飲まない方がもしかしたらここはいいかもしれないですが、いただいちゃいました。よし、それでは帰りましょう。ということで、ごちそうさまでした。満腹でございます。ということで、本日は桜食堂さん、沖縄県名護市のお店です。何でしたっけ、市営市場でしたっけ。そちらの中にあるお店です。ここでスタミナ何でしたっけ。もうとりあえずもやしとお肉、そしてニンニクたっぷりのお蕎麦です。しかも山盛りでございます。大を頼んだんですが、小でもですね、ちょっと器が小さいだけで普通にお蕎麦があって、その上同じような感じで山盛りに乗ってるので、お蕎麦のてんこ盛り具合は同じような感じみたいです。大はですね、器自体が大きくなってるので、もちろん量は多くなってますが、小でも全然映える感じの盛り具合だったんで、小でも良かったかなと思ったんですが、大をいただきました。本当に満腹です。そして最後汁まで飲み干しましたが、やっぱり最後の汁が最後やばかったですね。ニンニク周り、そして結構塩コショウも効いてますね。そしてお店閉まってたところ、前田食堂さんですね。前田食堂さんも肉そばだったかな。あちらはもう昔からあるお店で、かなりてんこ盛りで有名ですが、あちらのお店が名護の市街にですね、まあ、結構北部まで行かずして、まあ、名護も十分北部ですが、名護の市街地内でいただけるっていうことで、こちらも人気になっているみたいです。一度行こうと思ったんですが、ちょうど来たのが火曜日、残念でした。また機会があればぜひ他の曜日にですね、行ってみたいと思います。そしてこちらの桜食堂さん、まあ、辛みがこっちの方がちょっと強いかな。あっちはニンニクそれほど入ってなかった気がするんですが、もう僕が食べたのもかなり昔なんで、もう記憶が薄いのであやふやですが、前田食堂さんに匹敵するボリュームだと思います。こちらの桜食堂さんも、もし機会があればぜひ行ってみてください。駐車場もちょうど市場にあるので、無料で車も止めることができますので、気軽に行けるお店だと思います。ぜひ行ってみてください。ということで、本日は改めまして、沖縄県名護市にある桜食堂さんで山盛りの沖縄そばいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。ちょっとおまけで周辺のお店紹介させていただくと、ここはなんか雑貨屋さんかな、名護グロッセリーストアということで、多分雑貨屋さんですね。今日は休みのようですが、雑貨屋さんっぽいです。そして居酒屋さんと、あとお昼空いてるのはここかな、木下っていう店ですね。食事どころって書いてますが、オムハヤシがあったり、ルー豚カツ定食、こんなのがあるみたいです。なんかでも雰囲気結構おしゃれな感じですね。外の席はソファーがあったりしますが、なんかちょっとおしゃれな感じがします。あとは市場のこっち側
にも結構お店ありますが、駐車場はこっちは使えないのかな。そして何度か振られているこちらの松田さん、今日もこの時間多分ランチ休んでなそうですね。今日は準備中にかかってます。